やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。久しぶりに企業を占いたいと思います。はい、JR、ANA、JR 東日本、JR 東海、航空と、あれね、電車、運輸、はい、の1年間の運勢を占ってみようと思います。そこから、コロナが今後どうなるかしら、みたいなのも見えてくるかなと思いまして。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の最新の受付状況をツイッターに書いてあります。はい、じゃあ、早速占いましょう。JAL、ANA、JR 東、東海、それぞれ。はい。もう11月も終わって、ああ、もう12月か、早いね。もう、1年過ぎるの、めちゃめちゃ早いなと思って、一瞬で1年が通り過ぎていったけれど、今占うってことは、だいたい2022年の1年間くらいがどうなるかな、みたいな、ね、感じになると思いますが、まず JAL、JAL からいきます。ズバッと出ました。あー、そこそこいいかなって思ったけど、近い将来が死神なんだね。近い将来これ、2、3ヶ月後とか、まあ長くても半年後とか。だから、そうね、範囲で言うと1ヶ月後から半年後くらいの間を、ここで私指してるんだけど、だから年明けて1月、春くらいまでまた、ね、旅行に行けないとか、なんか GoTo トラベルとかいう噂も、噂っていうか、うんね、話も出てるけどさ、どうかな、冬から2020年冬春にかけて、また怪しいんじゃないかな、死神のカードが出てしまったから、みんなね、飛行機に乗らないみたいな感じになるかもしれない。ANA もどうなるかがちょっとね、気になるけど、今はね、なんか気持ちとしてまだまだ不十分だよっていう気持ちはあるけど、でも、まあ前よりはだいぶいいよね。戦車のカードが出てるから。うん。勢いはあるけど、また近い将来停止みたいな。で、JAL の立場、正義の逆を背景に吊るし人。これなんだろう。政治的な迷いかな。ね、交通トラベル、それこそやるとかやらないとか、なんか、ね、判断がさ、ごちゃごちゃ、あっち行ったりこっち来たりして、振り回されるかもしれない。なんか、それによって、こう、我慢することが多かったり、うん、耐えなきゃいけないことがあるかもしれない。で、環境としても良くないね、女帝の逆なので、また、みんな、利用者としては、使う余裕がそんなにないかもね。でも、最終結論はいいんですよ。一年後、女教皇だから、すごい回復はしてると思う。対策注意点マジシャンなので、ちょっと頑張って工夫して、アイデア発想力で、なんとかこの一年乗り越えれば、うん、なんかその後はいけそうな気がする。大丈夫そうな気がする。はい。そんな流れですね。一回ガンって、近い将来落ちて、また最後に1年後にはまた上がってるみたいな。手が見えてなかったね。1年後には落ちて、また、1年後じゃない。2、3ヶ月後とか半年後には、こう、ガンって落ちて、停止状態で、またそこから浮上するかなっていう流れですね。はい。続いて ANA。ANA の近い将来も悪かったら、まあなんか、うん、会社のせいじゃなくて、世の中のせいだと思う。ああ、ANA も近い将来がタワーの逆だね。だから、やっぱり2022年の年明けはやばいんじゃないかな。コロナ、まあ、コロナの可能性が一番高いけどね。そうか、ズバッと出ました。で、JAL は最終的に浮上ね、また1年後に良くなりそうって出たけど、ANA は1年後も良くなさそうだな。だから一回ガンって落ちて、そのままもう、低空飛行、低空も低空すごい低いところだと思う。そうね、全体的になんか、この最終結論以外は似たような結果だね。ね、過去は審判の逆で。ね、なんか再起不能みたいなカード出てて。今はね、いいのよ。やっぱ若干。
気持ちはね、気持ちは、死神とか忍者の逆だから、超ネガティブに社内ではなってると思うんだけれど、ちょっともうきついってなってるかもしれないけど、状況としては正義なので、前よりはちょっと幾分マシになっている状況って、で、近い将来に3ヶ月後とか半年後まで、タワーの逆ですよ、必要とされる崩壊とか、関係の清算とかね。うん、まあ、かなり厳しい状況が、会社の経営でタワーが出るとなんかさ、倒産とか倒産に近いようなものがあるかな。すごい厳しいと思う。で、立場も、なんかね、冷静さとかを書いて、そりゃ書くよね。なんか、タイミングが悪いとか、運が悪いとか、そういう立場だし、環境も力の逆なので、やっぱり、JAL と似てるね。うん。みんなまだ飛行機使わない、使う気力がないとか、使う体力、気力、余力がないみたいな、そんな世の中っていう、感じかな。で、最終結論、星の逆なので、うん、目標達成できず、かなり厳しい一年になるかな。対策注意点、節制。節制は気持ちとかお金とかの流れに出るけど、自制心とか。なんとかしてお金捻出できないかな、みたいなところかな、これ。気持ちの問題ではもはやない気がする。厳しいね。厳しかったね。去年もさ、なんか JAL と ANA がなんか統合するんじゃないかとかさ、占ったけど、それもあり得るねとか言った気もしないでもないけど、うん、だいぶ厳しかったわ。はい。では、JR 東日本はどうでしょうか。ズバッと出ました。辛いなぁ、JR 東日本も。厳しいね。もう、ね、もう通勤客戻んないかね。戻んないよね。多分ね、うちの旦那さんももう、ずっともうリモートワークで、もうずっとリモートの世界になるんだろうな、みたいな感じしてるし。電車乗ってないもん。厳しそう。JR 東の場合は遠距離の、まあ、新幹線もあるけど、まあ、首都圏のあれよね。通勤通学の、その辺で一番持ってると思うんだけど、そこは厳しいね。まず今がもう、悪魔ですよ。マジシャンの逆を背景に悪魔。なんか、そうね、この、去年からの流れ、去年、一昨年。じゃあもう何年目だっけ、もう去年からか。去年からのコロナの流れで、ね、利用者がすごい減っちゃったじゃない。その時に、その流れで良いアイディアとかが勘が冴えないとか、いい策が多分出せなかったんだよ。そのまま来ちゃってるから悪循環の中にいるんだよね。うん。もうちょっとやり方があったかもしれないけど、多分何も出せなかったから、今すごい悪循環の中にいて、近い将来は忍者だから、まあ、細く長く、まあ、細々と、みたいな感じではやっていくと思うけど、この辺の総合的なとこ、軒並み悪いよ。JR 東日本の立場、死神も、なんか停止してます。で、環境も戦車の逆なので、この環境みんな似てるよね。JR、ANA、JR 東と来て、みんななんか、環境のやる気のなさみたいな、やる気とか気力とか、力のなさみたいなさ、だから使う、気がない、勢いがないみたいな、エネルギーが、この運輸関係に対する環境の悪さ、人々のこの利用する意欲なりなね、機会のなさみたいなのが、すごいここで露呈したよね。今までの3つって。で、最終結論もフールの逆なので、迷走しそうかな。フールの逆、無知無計画。なんか無鉄砲なことをやり始めるとかね。ちょっとそれ、やばくないみたいなアイディアをいきなりやり始めるとか。うん。どうかな対策注意点、肯定ですよ。これはもう、経営者、トップにかかってますね。トップのリーダーシップなり、実力なり。なんか周りの、ね、下っ端の人たちがどうこう頑張ればみたいな問題じゃなくて、もうトップ
一番上の人ちょっと頑張ってくださいみたいな。届かないと思うけどね。こんなチャンネル見てないと思うけれども、ええ、頑張っていただきたいと思います。はい。よいしょ。さて、じゃあ JR 東海。JR 東海はね、もうほぼほぼ新幹線だから分かりやすいよね。あー、リニアもあんのか。リニアモーターカーもなんか絡み合うのかな。ね。どうだろうね。リニア、去年占ったな。リニア去年占って外れた気がする。なんか、静岡と JR 東海は、なんか、うまくこう、やれるかみたいな。ね、ぶつかり合った時にさ、占って。うん。すんなりうまくいくよって言ったけど、すんなりいかなかったね。あの、川を、のね、あの、水源をめぐって。東海、ここまですごいいいね。ズバッと出ました。東海めちゃめちゃいいよ。なんか今までのさ、JAL、ANA、JR 東と全然違う感じのカードが出た。なんだろう。何がこんな違うんだろう、東海だけ。東海も過去からいいの。皇帝でなんか強いリーダーシップでさ、引っ張っていってるよ。うん、すごい、がっちりした経営みたいな感じで。で、今もね、思慮深さ、忍者を背景にして、思慮深さとか内省とか反省とかね、あの、自分たちはどうすべきかっていうのをすごいよく考えてるからこそ、結果が出てるみたいな。めっちゃ結果出てるし、近い将来もマジシャンなの。さらにアイデアをいっぱい出してきて、盛り上げようとするかな。JR 東はこれが逆向いてたけどね、東海の方がいっぱいアイデア、良いアイデア出しそう。なんか子供料金、のぞみだっけ新幹線。無料にするとか言ってたよね。そういう感じでなんかあれやこれやといろいろやってくるんだろうね。で、立場は悪い。立場は星の逆。ちょっと望み、ね、このコロナ禍でも高い目標設定してて、まあそれには届かないかなみたいな。望みはちょっと高すぎるかなみたいな立場ではあるけれど、環境がいいの。初めて今日環境がいいって出たなと思って。悪魔の逆なので悪循環から解放されてんのよ。JR 東海だけ。なんでだろう。もう、なんだろうね。新幹線を使うのか使ってんのか、あの、東海道新幹線は使われてんのかな今。ね。で、最終結論も戦車でしょ？すごい勢いがあるそう。対策注意点、女帝。今度は女帝が出た。この女帝は多分、なんだろうね、女性目線でって言ってんのかな？お客様への優しさとか思いやりとか、なんか女性目線のアイデアとか出すといいかなって思った。ちょっと。はぁ、そんな感じで4つ占いましたけれども、まとめると、JAL は、一回、ガンって落ちて、また上がるかな。アナは、落ちっぱなしだったって言ったよね。ダーンって。うん、落ちっぱなし。JR 東日本も、JR 東日本はもう、なんかずっと低空みたいな。やばそう。JR 東海はずっといいもん。高いところに。なんか、この辺のグラフが超見づらくなし。こんな感じ。うん。すごい、上でしょ。縁下でしょ。下がる。下がって上がるみたい。結構明暗分かれそうですね。はい。ということで、うん。なんか、コロナは多分来るね。2022年明け、年明けとか。でも、東海はそれに全然動じなそうな強さを持ってそう。はい。以上になります。いかがだったでしょうか？じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。グンナのデパンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。